What's up? こんにちは。 So what's up? What? How are you doing? I'm fine. もう気分は上々ということで、はい、助っ人外国人、はい、まあ、新しい選手、ここまで上々な選手もいればあれあれっていう選手もまだな、分からんぞいますけど、分からんぞ、分からないですか、分からない新助っ人外国人、まあでもいい働きをね、はい、まあでも外国人ってさ、うん、その働きいかによってやっぱそのチームの成績を左右するからね。そうですよね、まあ、例えばヤクルトのオスナとか、はい、その帰っちゃったけど、はい、抑えのマフガクとかがやっぱりいてくれたからね、はい、まあ、ヤクルトも優勝できたって思うしね、はい、うん、だからそういう意味では外国人の働きっていうのは大きいよね。そうですね、はい、なんで今回は今年入ってきた新外国人、ここまで言ったら変ですけど、ここまで言ったらえらい気が早いぞお前そうなんですけど、うん、まあ、ちょっとここまで見て、はい、あ、この選手良さそうだなとか、うん、まあ、その逆でもいいんですけど、うん、ちょっと豊さんの目に留まった選手たちをちょっとピックアップしていきたいと思います、はい、まず、セリーグ、はい、中日は外国人たくさん取りました。なあ、はい、アキーノ選手いきなりそこから行くかいきなりアキーノ、アキーノ、まあその向こうのね、はい、映像を見ても、はい、やっぱポロッとしたりとかあるシーンが、はい、まあ、あるんだよね、はい、まあこの前もやったけど、あの大野雄大投手、そう、はい、やったけどね、まあそれがねチャンスを広げるような形になり、はい、決勝トーナメントを取られて、はい、1対0大野雄大自責ゼロということ、そうですよ、まあだけど負け投手がついた、はい、ね、まあ肩はいい、はい、で足も使える、はい、あとやっぱ守備とバッティング、はい、やっぱバッティングがちょっと荒いな、はい、あのビシエド選手に代えて4番に入りましたけれども、ちょっと荒いですか。ちょっとボールを追っかけるな、ボール球を、はい、だからまあそこら辺で苦労してるけどね、うん、これが本当に我慢ができて、まあ、打てるようになったら力になるんだろうけどもさ、どのぐらい見るのかね。どうなんですか外国人選手そのあたりって、まあ、100打席一回りとか、はい、な球団とね当たるのって言われてるけど、ちょっと厳しそうな感じがするな。そうですよね、うん、まあ、現在打率2割ちょうど、うん、まあ、でも4番に座っている、はい、まあ勝負強いのは勝負強いんだろうけど、ただボールを追っかけるって我慢しろって言われてもなかなかやっぱもう手が出ちゃうんだろうな、うん、まあ、そんなことは100も承知でやってると思うんだよアキーノも、はい、でもそれがやっぱできないっていうことはやっぱそういう体質なんだろうね。追いかけていっちゃうんだろうね、打ちたいという気持ちがやっぱ強いんだろうね。そうなんだ、まあ、その気持ちは大事なんだけどね、はい、うん、だからちょっと苦労するな。苦労する、うん、ということは中日も苦労するっていうこと、はい。そうですね。そう。あの一方でショートのカリステ選手、はい、カリステね、はい、カリステは俺慣れてくるとまあまあやるんじゃないかと思うよ。同じ打率は2割で、まあ、6番今打ってるんですけれども、はいはいはい、それはどこら辺がこれからやっぱ柔軟性だよね、うん、で内野っていうことを考えるとさ、はい、ショートやらしてるでしょ、うん、やっぱそれなりの野球センスがないとショートなんかできないよ、はい、ということはやっぱバッティングにも通ずるところがあって器用さも持ってるんじゃないかなっていうような気がするんだよね。でやっちゃいけないことっていうのはやっぱりやらなくなるし内野手って、はい、まあ、そうなってくるとやっぱバッティングにもそういうことが出るとしたらね、はい、まあ柔軟性は感じるけどねこの選手には。おお、じゃあちょっとまたアキーノ選手とはタイプが違って、タイプが違う、そのアキーノはやっぱホームランも打たなきゃいけないというのは多分やっぱチームの事情を見ると分かってると思うんだよね、うん、まあ、それで追っかけてる節もあるんだろうけど、はい、うん、だから秋のは苦しいけど、まあ、もう一人のねカリステはねなんとなく対応してきそうな感じがする。おお、ちょっとなんか明暗が分かれていきそうな今の雰囲気っていう感じですね、まあ、そうだね、はい、あとカープのデビッドソン選手、はい、今6番でちょっと打率が0割9分1厘、まあ1本ホームラン打ってるな、はい、俺もこの選手は可能性はあると思う。お、それどんなところ、エルドレッドに、エルドレッド、はい、いたよねのような感じに俺はなりそうな気がする。へー、だからまあ今はちょっと苦労してるかもわからないけども、はい、慣れてくると俺は打つと思う。それ打席を見てそういうふうに思うってことですよね。そう、まあ、立ってる雰囲気だとかね、はい、ただカープは、うん、まあ、これ聞いたことあるんだけども100から120打席を目安にするっていうんだよね、うん、はい、だ多分ねそのことも彼は知ってると思う、うん、ね、で一回りをする。だけどそうじゃなくていいバッターはちゃんと打つよ、はい、
でもそういう甘えを与えない方がいいと思う。あ、なるほど。だからもう追い詰めていった方が彼はいいと思う。あ、その方がいい成績。もう打たなかったらファームだよとか、厳しどんな契約しようとも結果が出なかったら使わないよみたいなことを言った方がいいと思う、うん、その方が逆にあの競争力を出しやすいと思う、うん、で日本の野球初めてだから、うん、ヘイカモンみたいな言えない、うん、どんなんか見ましょうみたいな、はい、それじゃやっぱ成績って上がってこないし、うん、やっぱ危機感を持ってやらせないとダメだと思うんですね、はい、でデビッドソンはおそらく俺できる外国人だと思うんだよ、うん、だから詰めていった方がいい、うん、あんまりさせないでっていうところですよね、うん、おそうすると今あのこの成績ですけどそれが上がっていく伸びていくっていう、うん、だからボン出してもおそらく通訳もそうだし、まあ、コーチもいやまだ慣れてないからこれがこうこうこうでミーティングしながらさ外のボール追っかけないみたいな追っかけないみたいな、ね、カムバックカムバック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 みたいな、まあ、そんな感じでやってると思うんだよ、はい、いやそうじゃなくて、うん、結果が出ないとダメだからねって、うん、言った方がいいと思う。あ、俺はね、はい、うん、その方が伸びていくんじゃないかって。絶対そうだと思う。じゃあ今はこの数字ですけどちょっと期待はしたいですね今後に。いや期待して、はい、はい、します。いや面白いですね。なんでなんか一瞬デビッドソン選手かと思いました。いやいやデビッドソン降りてきたかなって。いや本当にデビッドソンができるから。できる子、絶対できる子。おお、はい、さあ巨人もピッチャー取りました、はい、中でも、グリフィン投手、グリフィンな、開幕から2戦目に投げましたけれども、いいピッチャーだな、はい、まあ、現在防御率1位タイです。いや手にやってないと思う。そうです、いっぱいいるんですよ、まあ、そうだ、はい、まあまあだけどやっぱセンスがあるな。あ、それと投げてる球質もいいし、はい、でキャンプの時に見たら、あ、このピッチャーは普通に投げたら勝つよって思ったね。それはどういうそのピッチングスタイルが。やっぱね雰囲気もあるんだよ、うん、マウンドさばきってよく言われるけど、うん、やっぱねそこら辺がやっぱかっこいいというか、うん、かっこいいやつってやっぱ絵になるんだよね、うん、絵になるやつっていうのは成績に起こすんだよ、うん、だからそういうこう醸し出してくる雰囲気がやっぱピッチャーだし、はい、勝てるピッチャーだろうなっていうふうには思うよね。あの相手バッターってどういうところに苦戦してたの。やっぱボールの角度だとか、まあ、慣れてないっていうこともあるよね、はい、あとはチェンジアップじゃない。あ、まあ、グリフィン投手いい、うん、豊さん、あのカープのジョンソン投手、あ、ね、結構かぶるんだよね。あ、うん、だから、まあ、もう相当大化けすると最多勝争い行くよな。そうですよね。いや俺は行くと思うよ。お、だから打ってくれればね。そうですよね、うん、あの開幕に投げたビーディー投手結構ちょっと捕まってましたけど。いや捕まってたけど、あのピッチャーは粘りず、やっぱここ一本を抑えるような、はい、そんな一生懸命さが見えるよね。その打たれても、うん、結局こう粘り強く抑えていくっていう。そうそうそう、まあ外国人にローテーションを頼るのはっていうような感じもあったんだけど、はい、この2人っていうのは割と安定してゲームを作っていく。じゃあ、白星カウントしやすいですね、うん、だからグリフィンは最多勝争いしていくような、はい、そんな雰囲気はあるよね。あ、頼もしいですね、うん、まあ、巨人ちょっとピッチャー陣がね日本人で、まあそうだね、いないだけにっていうところですけど、はい、まあ、菅野もいないしな。そうなんですよ。で同じく巨人ブリンソン選手外野手一人取りました。あ、まあ、これは中日が悔しがってんじゃないの。ね、いやブリンソン欲しかったんだから。って横やりでなんか巨人が取ってったみたいな途中で。まあ、そんな感じの外国人なんだけど、はい、足速いしな。あの、あわやサイクルかって。まあ、そうそうそう。いやいや、あの開幕戦のあのトンチンカンな、はい、あの守備あったからびっくりしたけど、はい、まあだけどあれ気負いだろうな、まあ、開幕戦としての。そうですね、いやだけどやっぱこう慣れてくるとやっぱ打つよね。打ちますね。打つ打つ。うん、で、まあ、ある程度安定した成績は残してくるだろうし。はい、このバッターが1番に座ると嫌だな。打って2、ツーベース、うん、そうですよね。まあ、盗塁もあるからさ、はい、この選手はね、うん、でこの前あのサイクルの送球間にサードに走った足なんかさ、はい、やっぱ速いもん見てると。速かったですね。だからこの選手はこうやる気にさせて、はい、うまく使っていくと、はい、まあ、相当な成績を残すかなっていうふうに思うよね。そうですよね、まあ開幕4戦目の時点で、まあ、8番、結局そこまで3戦目まで1個も打てなかったので8番っていうところだったんですけど、この調子でいくとやっぱり1番で使う。いや、上げてくる、上げてくる、上げてきます。やっぱ構想としたらやっぱ中軸だから、あ、このバッターは、はい、原監督のね、うん、ただやっぱ外国人ってスロースターターが多いんだよね、うん、
開幕で絶対こうベストで入ってこないという、はい、まだ調整をしながらこうピークは夏場に持ってくるみたいなさ、うん、そういうやり方だったんだけど、やっぱこうちょっと気持ちが焦ってきてたんじゃないの、あやばいぞっていう、うん、だからまあレギュラーも確約されてるわけじゃないしさ、はい、そういう意味ではやっぱ5本打ったりとかそういうのが一つの安心材料になったよ ね、 ね、本人もそうだし周りもね、そうですね、うん、そしてあの足っていうのを見るとやっぱり1番でも使える3番でも使えるなっていうのが分かったと、あの4戦目、そう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 、まあまでってことですよ、ね、だからいいよね、そうですね、はい、ブリンソン選手波はありそうですか、どうですか、まあ波は誰でもあるんだろうけどもさ、うん、そんなに大きな波はないと思う、ああじゃあ安定して、まあ安定していけると思う、心強いですね、そうだね、うん、あとセリーグはヤクルトのピータース投手、はい、ヤクルトね、はい、うわいいよ、あのヤクルトファンもすごい嬉しかったよ、いやいや俺はねエスコンで投げててた時かな、はい、オープン戦で、はい、あこのピッチャーいいなと思ったもん、あもうその時からだ、そしたら2戦目で使ってきたけどさやっぱり良かったね、はい、いやヤクルトはさ先発ピッチャー苦しい苦しいって言いながら、はい、ピータースがいたなと思ってさ、いましたね、ほらいいよ、あのどうですか今シーズン成績で上の方に躍り出てきそうな、あのビディと、はい、こう争っていくと、あグリフィン、あグリフィンと争っていく、あそんな感じなんですね、いやいいと思う、どのあたりが豊さん的にいいなって感じる、まあ、たまに力あるよね、うん、それでキレがいい、キレがいい、うんうん、やっぱ外国人特有のそのなんていうのチェンジアップも投げるしね、うん、すごくストライク先行だし、うん、安心して見てられるピッチャーだよね、うん、それとあのヤクルト打線でしょ、はい、今ちょっと少し湿ってるけど、うんうん、これが爆発しだしたらいくらでも勝つよ、もう毎日投げますみたいなそんな感じじゃないのそれバウアーみたいですね、いやバウアーお前毎日投げねえじゃんみたいな、サイン会毎日やってるんで、ああじゃあヤクルト、そうそうそう、いいですね、はい、ピッチャー陣、まあね、あの不安材料、いやこのピータースっていうのは見た時に俺は惚れた、あいいなと思ったもん、でもあのムラなくいけそうな感じですね、いけるいける、うん、あとあの阪神のノイジー選手、はい、あの今3番打っていて3割8分9厘なんですよ、どうですか、まあ安定はしてるよね、うんうん、だからその破壊力を求めるのか、はい、確実性を求めるのか、確実ではあることは確かだね、はい、ただ破壊力はどこまであるのかなっていうのがちょっと疑問だけど、はい、でも贅沢言えないよね、そうですね、だから岡田監督もその破壊力というよりもやっぱ返す、うん、そういうバッターになってほしいのかなって思うので、ちょっと弱々しいけどね、まあそうですね、感じはね、爆発力というか爆発力はないクラーンっていうのはないけど、うん、確実性はあるような気がするね、でその1、2番が出てこのノジー選手で確実に返すっていうところ、やらしいよな、うん、本当になそうですね、あとは豪快なのが続くしな、そうなんですよ、まあ、そういう意味ではそのつなぐ3番みたいな、うん、まあ、そんな感じで捉えとけば、はい、もう全然何の問題もないよね、そうですよね、うん、あと今この3割8分9厘ですけど、まあ、そこはちょっとあの落ちていくと、まあまあ確かにね、はい、うん、まああのそうだな、まあ一回りしてからどうなのかっていうことだよね、うん、そうですね、ノイジー選手もで、パリーグですけれども、はい、パリーグ楽天のフランコ選手、はい、まあ、あの指名打者で3番で入っていてここまで3割1分3厘という成績ですけれども、はい、うん、あの開幕戦でね、はい、いいスタート切れたよね、うん、まあ、3本打ったのかな、後1本はホームランというね、はい、そのフランコがどうのこうのというよりも楽天が打線を組みやすいよ、うん、右バッターだし、はい、すぐ左じゃねえかって言われなくなるから、はい、その雑音を消すためにもフランコがいるのといないのじゃ大きいよワクション受けますからね、そこまあもう毎度言われるから、はい、また左並ぶって何考えてんだって言われるけど左しかいないもしょうがないよな、はい、でもフランコだとかその浅村とのね、うん、右右って続くとやっぱ相手も左出しにくいだろうしさ、はい、でフランコが活躍することによってやっぱ打順も組みやすいし、うん、やっぱ他球団が嫌だよね、そうですね、うん、まあ、あそこはあれ、ね、左投げさせてくれっていうことにはいかなくなるから、はい、でもフランコっていうのはある程度打ってくれると思うよ、おー、ちょっと見込めるんですねそこ、うん、まあ安定してって言ったら難しいかもわからないけども、うん、開幕戦の打ち方っていうのが全部左の入り球なんだよ、スライダ ー3本とも全部なんだよ、はい、だから同じ球種は打てるっていう他の球種は分かんない他の球種で試せよっていうのは日本はもう思ったんだけど全部全部同じばかりだ同じようにバカみたいに打たれてんだからそこは日本バッテリーも
も最初詰まったんだよ、はい、そのボールで、はい、俺はそのボールツーベース打たれたんだよ、はい、俺は次ホームランだってお前何を考えてんだって言うぐらい、でも、はい、壺は持ってんだろうなっていうのが分かったよね。そういうことですね。そうそうそう、あ、フランコ選手、うん、そして最後です、はい、西武のマキノン選手、はい、今2番サードで入ってまして、はい、まあ、打率がちょっと1割8分8厘なんですけども、うん、はい、いいスタートは切れなかったけど、この選手はね、まあそこそこやると思う。お、そうなんですか、うん、まあ、1、2番タイプかなっていうふうには思うけど、あ、はい、まあ、破壊力ということよりも出塁とか、うん、まあ、そういうことでチームに貢献していくというね、はい、まあ、そういうタイプだろうか ら、 だからこの選手もまあまあ面白いっていうふうには俺は思ってるけどね。今はちょっとね率とか低いですけれども、うん、まあ上げてくるよ、うん、だから言ったじゃん、外国人っていうのは春先決して絶好調では入らない、徐々に上げていくから、うん、ね、だけどまあ徐々に上がらないだろうっていう選手も中にはいるけど、でも、あ、この選手は上げてくるっていう、マキノンはね、マキノンはそういうタイプの選手ということで、はいはい、まあ、今日は1、2、3、4、5、6、7、8、9名、いや他にもいるよ。あ、他にもいますか。他にもいるけど、はい、ね、うん、だけどまあこれはまあ動画にするよりはもうちょっと様子見たいなっていうのがあるし、なるほど、うん、だから全員が全員、うん、またコメントで聞かれるんだよ、だから全然見てないいやいや、それはパリーグが少ないとかね、パリーグが少ないとか言われるけど、はい、まあまあこのね、うん、数試合終わったばっかりで、そうなんですよ、あ、これは感じることっていうことだ。そうです、ここがねまた一巡してきて、じゃあどうなのかっていうのも、ちょっと一巡したあたりに今日挙げた選手プラスまた新しい選手で検証していきましょう。そうだね、はい、はい。